今夜放送、エムステ・スノーマンが新曲テレビ初披露メグロレン、指先まで意識したダンスに注目して出演者コメント。テレビ朝日系で今日17日に放送される音楽番組、ミュージックステーション、毎週金曜午9時に出演するキングプリンス、スノーマンらのコメントが到着した。スノーマンは、メンバーのメグロレンが単独初主演する映画、私の幸せな結婚、3月17日公開、主題歌。 タペストリー3月15日発売をテレビ初披露する。同曲は映画の世界観に寄り添い、それぞれ孤独を抱えていた二人が出会い、これからの物語を二人で綴っていくように、メンバー一人一人がボーカルリレー形式で歌い繋いでいくエモーショナルな楽曲。メグロは、今回はジャズっぽいしなやかなダンスになっているので、メンバー全員の指先まで意識したダンスに注目してほしいです、とアピールする。キングプリンスは両英面シングル、 We Are Young Life Goes On 22日発売を2曲ともパフォーマンス。メンバーの岸優太主演ドラマ、スキスキワンワン主題歌、We Are Young はいつだって今がスタートラインというメッセージを込めたバラード。岸は玉木浩二さんが作曲してくださった耳に残る温かいメロディーが特徴的ですと伝えた。